This is a super legend. Super Rising 3! From the Philippines, 6th Division Boxing Champion, Manny Pacman Pacquiao! From Japan, Lucia Demolish Man Abba! Saitama Super Arena 40,000 seat stadium! Watch worldwide on pay-per-view! I'm trying to get a fight here, but they always avoid me here. Manny Pacquiao, no, like that. Finally, it's happening. この怪我を受けて、アンポ選手にすぐ連絡を取りました。やる、やらないっていう話をして、やらないわけないでしょと。これが、最後のスーパーリーの戦場になります。あれは違う、皆さん戻すんで。このパンチを当てるとかじゃなくて、そんなのとか通用する相手じゃないんで、だからもうトータルで全てのレベルを上げるためにこの1ヶ月を過ごします。うん、それで勝ちます俺は。天心とメイウェザーの試合って今思えば天心完全に飲まれてたじゃないですか。まあ Cut the rap now. He needs to re-wrap the rap. 試合前にバンテージ外せからむちゃくちゃなことされたわけや。天心はあの時は飲まれてたしルーティーンを崩されてたけど、もうそんなものも関係ない、お構いなく 100% 自分を信じて安保はリングに上がれるから、本当でも何が起こるか分かんないなっていう。 So we really appreciate that and to Ampo, train hard. See you. まあ今井上尚弥世界的なボクシング界でも注目されつつあるけども、まあ、それの何十倍か評価をされているアジア人、ひょっとすると大谷翔平ぐらい知名度がアメリカの中ではあるスポーツマン。我々が存在感を海外の中で示していく上でいうと、まあ、飛び道具を使うしかない。日本のファンに生パッキャオのファイトを見てほしいっていうのももちろんあるけども、日本以外の国の人たちにやっぱりライジンにさらにアテンションを取る飛び道具にしたいなっていうのが一番の狙い。You know, so I just want to say to everybody, this is not a exhibition, this is a fight. I'm different than Mayweather.相手をバカにすることないんですよね、パッキャオはね。メイザーはこう、うすら笑って、俺は何でも入るよみたいなのやるけども、基本的に相手に敬意を払うんで、真剣に来れば、下手すれば、前半っていうのは十分あると思うんですよね。パッキャオ先生なんて知ってるしね、憧れの人だから、まあでもね、拳を交えたいとは、まあそういう機会があれば思うけど、いきなりダンプカーの前、180キロで走ってるダンプカーの前に飛び込むことは俺はしないよね。めちゃくちゃビビりますよみんな、うん、ボクサーは。で自分より一回り二回りでかい相手でも常に攻撃的スタイルなんで、倒すスタイル、うん、一発当たって倒せるっていうような感じはなくなってきましたけども、それでも倒してきてますからね。対戦相手みんな顔ボコボコになってるじゃないですか。やっぱり倒す気でしかいないような感じのさっき放ってますからね。現役復帰も視野に入れた中で今回安保と戦うんで、まあそこに向けて最高に仕上げてくる。2015年にメイウェザーと戦った時と同じようなメンタリティでリングに上がってくると思うんで、
すごいものが見られると思いますよ。オレイユ、For me, I've been in boxing for 80% of my life in this world. I can still compete with the same before because of that science that I make. The boxing is like a science. I study harder and deepest understanding of boxing. You know, I'm not boasting myself, but in terms of boxing, we talk about boxing. I'm like a professor of boxing. They think boxing is more physical, like hard work. But you know, boxing, the 60% in boxing is like here. You need to have this, the proper execution of all those strategy. I study all those things in boxing while I'm growing in boxing. So the reason why I able to capture many different weight division is because of that.世界のスターというかアジアの英雄ですからね。戦えることにワクワクしますよね。津田リオか、マッポか。ナイスだね。ミドルチャンピオン阿蘇先生、素晴らしい。まあブレブレですよね。ブレてるって言うわけ。いやいや、ブレてるんですよ。それは世間から見たら、いや、ブレてます、ブレてます。でも別にブレてていいんですよ。自分がそれをやりたいと思ったら俺はやりたいんですよ。調子に考えたら1ヶ月死ぬ気でやって勝てる相手はないのかなっていう風に感じてる。もちろんそうですよ。でもそれぐらいの基礎レベルはもう持ってるんで、だからショーン選手もスパインできますし、津田リオ選手も戦えるわけですよ。だからそれ持ってるんですよね、常に。それを1ヶ月間かけてチューンアップして勝ちに行きます。例えば蹴りのフェイントもダメですよ。裏剣もダメです。猪木さんみたいに寝てもダメですよ。寝てもダメですよ。反則行為をすると5ミリオン。天使の時は約5億円って言ってたのが、今だと約 7.5 億円。アンポは集められるかな。もう体で払ってもらうしかないよ。とにかくパッキャオ選手に細かいテンポからババッとこう深く速い踏み込みで、そこで入られてその場で止まってしまったら、体の角度も変えながらいろんなアングルからパンチ打ち込んでくるんで、ディフェンス技術も込みでの距離のコントロール。結局那須川天心選手も朝倉未来選手もボクシングの距離感の圧迫感でだんだん息苦しくなってきて、最後には仕留められる。だからノートレスね。3分3ラウンドだと3分3ラウンド相手のその速いテンポに負けない頭の回転、集中力。まあ、守備戦術を高めながら自分からアクションを起こし攻撃していくんですけど、まあ、それを完璧に遂行すれば絶対にぶっ倒せる。それは分かんないです、正直。でも倒されることはないです。これ別に舐めてないんですよ。世界 の, そのスーパースターでいるボクサーじゃないですか。でもそれを踏まえてもやっぱり負ける気はしないです。 OK なまに OK なまにあいつまにマロノンデメシャーシャモントオンカサマパーミジョーラマンシャー選手有利ですけど、しかしボーカルトリゼンチェーすでに対して反応しています。
絶対に爪痕を残す。その先の未来ってもう誰も想像できないじゃないですか。パッキャオ選手とやったからすごい、まあ、それすごいけど俺はそこで満足しないんで、まあ、自分っていう存在を世界に結果で証明したい。実際ライブで見た人っていうのは少ない。生パッキャオが見れるっていうのはとてつもないことだと思うんで、メイウェザーみたいにおちょくった感じのことは一切ないと思う。ライジンファンの皆さん、はじめまして。ディープジュエルズから来ましたケイト・ロータスです。ケイト・ロータス練習しているケイト・ロータス、それは筋肉神戸。こんにちは。はじめまして。ケイト・ロータス選手です。やっとって感じですね。目標でした。2021年から始めました。MMA。その時はボディービルフィジーク選手してて、それで減量。痩せないとあかんから、有酸素が嫌いだからミット打ちで痩せようと思って入ったのがきっかけです。ディープ事務所さんからの紹介で K クラウンで稽古として来させていただいて、その練習内容のすごさとか選手の意識の高さにびっくりして、ほんまにボコボコにされて、今のままじゃダメだなと思ってその K クラウンに移籍したり。すげえ頑張り合うんですよ。ただ不器用なんですよね。でもやっと形になってきたなっていう、まあ、うち練習ほんときついんで、もう泣きながらでもやる日もあったし、本当に頑張ってやって、やっぱ今ここまで本当にそれがやっぱ結果になってきたんで、なんでこんなきつい相手当てるのかなって思いながら、負けさせたいから佐々木さんは。いやでも意地悪、顔だけとか言われるの嫌なっていう話をしてたんで、はい、やっぱある程度本当にちゃんと格闘家としてできるようにっていう部分はね、はい、なんか結果的に言うと、この日のためだったんじゃないですか。まあまあでもね、本当にでもこれからですよ。本当にやっとですもん。これからしたら本当にもっと伸びるんで、この子は。横さんが何もない自分をここまでライジンに出れるように育ててくれたんで、何を教わったっていうよりも全部教わったなって感じです。身もちょっとチョコを引っ掛けてるんですか。え、がっつりですよ。めっちゃ空いてますよ。ゴリゴリです。え、嫌じゃないですか。え、格闘家っぽいじゃないですか。女子格の選手って続かない人が割と多いんですよ。まあ、勝ったり負けたりする中で続けてこれたことがすごいなと思います。うん、確かに。またすごいべっぴちゃんを連れてきたなっていうふうに思ってますけれども、はい、ここはしっかり勝って年末私にもチャンスください。やる意味ないかなとも思ったんですけど、女子格の流れが悪いんで、まあ、今は仕方ないのかなっていうのと、まあ大きいチャンスをつかむには、うん、タイトルマッチですね。ガードできないところ、肘、非常な攻撃、無常な攻撃、レイラ、一度打った桜、再び2024年、原桜さん。なんか気持ちよかったです。殴り合えた試合の時の動きも、あ、だいぶ戻ってきたなっていう、まあ、今回より、うん、戻せてるんじゃないかなっていうふうには感じてます。内画面に傷もらって、あ、思いっきり殴り返してやりました。この野郎っていう、ジェットやり返すみたいな、この気持ちまた練習でもあるんだなっていうのは、最後のラストスパート、もうちょっと頑張らないとなっていう感じですかね。伊沢さんじゃ無理じゃないっていう、まあ強いんであれですけど、実力が勝負の世界、仕方ないですけど、まあまあ私が取らないと
こは違うので女子格闘技。女子格の試合がメインを張る時代がその時の活躍してたメンバーの実力と個性が圧倒的に強すぎて、そこを超えてこれる人っていうのがまあなかなか出てこないですよ、うん、時代が変わらないと結構やばいところ来ているそういうこと第2のレナになる可能性があり得るのはケイトだと思うんですよ。もともと女子格を引っ張ってきてた、まあ、もうレジェンドっていうか、まあ、憧れをそこでしっかりと超えていきたいなっていうのはあります。カウチョウとしていく距離を桜庭ホイスが伝説に なったのはやっぱりあそこでタオル投入があって負けを認めさせたっていうことだと思うし、だからもう自分たちで決着つけてっていう、まあ両選手とも話して5分5ラウンド ラウンドバイラウンドにしますからトータルマストで取れないじゃん5ラウンドは。あ入った見ますね、はい、ラウンドバイラウンドで取っていくんで3ラウンド目にスコアをアナウンスして残り2ラウンド。ここのプレスをかけたミクロボディだ入った3ラウンド目まで行って発表してそこまで 3-0 で負けてたら2ラウンド取ってももう勝ち目がないんでそうなればもう行くしかないでしょ、もう自分たちで決着つけてっていう、でタイトルマッチにするんでラストマンスタンディングベルト LMS ベルトっていうのを作りますんで、ラストマンスタンディング本当に最後はどっちが立ってるのっていう試合がしたい、レンは俺これまでの試合を見ててもやっぱり戦略を持って戦う人だから5ラウンドって言ったら5ラウンドどう戦い抜くのか考えながら戦う人なんだなと思って、まあミクロはやっぱり腹も立ってるし逆に絶対負けられないしそういう計算高く戦うというよりは決着つけに行くつもりで今回の試合を思ってるしもっと言うと5ラウンドも必要ないって思ってそうなんですね。5ラウンドあれば2人で決着つけれるでしょう。近い距離で平本を捉え始めたか当たったかまた当たったか入れた、はい、おー入ったチャンスチャンス右のフックで沈むレフリー止めた。はい反対どうすか調子の方調子めっちゃいいっすよ。ちょっと自分の中で限界を感じてたというか、あなんか伸び悩んでるなみたいな、やっぱ自分の決まったことしかやってなかったので、でも今、すごい成長がを感じれるかな、楽しいんですよね。自分もだし、JTT 全員が、だからもう成績にも出てるんですよ、みんな勝ち続けてて、確かに。はい、西谷君以外。確かに一緒に行くも強くなってますよ最近。今コーチたちとか、まあ、環境とかも揃ってこうすごい歯車が合ってきたというか、だからそういうのも含めて過去最強のこう第3章ぐらいが始まるんじゃないかなと思ってますけどね。朝倉作りも新しいです。
出してそばに差し込んだそうそうちょっとめっちゃ痛くなったっすね当たるそうっす脂肪も多いですこれはどういうテーマを持ってるいやシンプルにフィジカルトレーニングやってる海外で勝てないマクレガーとかあれみたいな、はい、いやそうですよフィジカルの大事さまあ当たり前なんですけど今まで避けて通ってたのが違うんですきついで一番体がやばい強いですよパワーっていうか全て出力ですかねシンプルな出力つけると、うん、それを機動力とかパワーも出るってなんかガチで にわかのやつだからなんかパワーつけたらスピード落ちるとか言ってるんですけど逆でパワーがつくからスピードが速くなるんでじゃあお前ら見てきた K-1 のヘビー級の選手たち何なのって感じなんでマジで朝倉未来もなんか俺のこれにビビってなんかいろいろ言ってるんですけど筋肉つけてスタミナ落ちるっていう朝倉未来とか言ってたんですけどにわかすぎて逆に安心しました筋肉つけすぎたらスタミナ落ちるのが逆ですからねゆくゆくはライト級に行けるぐらいのいや本当そのぐらいを目指してます本当ですか、はい、もうだいぶ前から平本対策の練習をしてますけどねみんなで練習してるんででもまあその普通に席とかいう問題じゃなくて勝てるでしょっていう感じなんで、まあ、徹底して勝ちに行ってそれは次を見据えてるというか何かすげえ興味欲しい子供が強いんで絶対頑張って教えますワン・ツー・スリーあ、はい、はい、あんま練習全然全部映したくないんであ、来ましたここダメだって抜いてください全部取られるらしいですはい、はい、全部全部無理っすもう動いちゃってだから止めてほしくてなめんなよって感じでうんなんで俺があんなノーギャラでやんないといけないんだよって話でまあ頭が良くて計算高くてやってるわけでもないんだと思うんだよねって、うん、そのままだもんね、うん、引退しますって言って引退取り消してみたりとかっていうのも、うん、なんか、まあ、昔の人で言うと配達は飲めないんだけど、まあ、平気で飲むんで面白い、うん、そういう生き方が若いファンには刺さってるのかもしれないねこれももう怪我したくないんで明日にでも試合したいっていうぐらい早くやりたいって感じだったな、うん、ニートじゃないですかキックボクシングで、次どこの団体でやろうって考えてた時に本当にマジでタイミングが朝倉兄弟っていうのが出現してその日にある日も決意してよし、朝倉未来に喧嘩売ろうと思って格闘技外のことをたまに週刊誌みたいなことやってるじゃないですかああいうのはダッサいなっていうか、うん、キックルーラーとしてのヤーマンにああいう結果のやつ悲しくなってしまった絶対に朝倉未来と試合したいです本当に利用しようとしていろんなやつがやってきて上手いし、しそうとで、朝倉未来も多分まあいいやつだからそれに応えるでしょうね本当にだからマジで この試合で楽にさせてあげたいなっていうのがありますで気持ちも分かるし浮き沈みとかもそうだし、まあ、その部分がなんか似てる気はしますけどね誰にどう言われようこの試合まで書きつけたのは俺なんでどうなってもやってましたけどねやらないといけないやつだったんで